15時19分ごろ、阪和線大鳥から上野芝までの区間で人身事故のため、南海電鉄、近畿日本鉄道、大阪市営地下鉄で振り替え代行輸送を実施しています。4時53分ごろ、大阪環状線桃谷駅構内で発生しました沿線火災のため、一部の列車に遅れや運転取りやめが出ています。4時52分ごろ、大阪環状線桃谷駅構内で沿線火災のため、近畿日本鉄道、京阪電鉄、阪神電鉄、大阪市営地下鉄で振り替え代行輸送を実施しています。